もう離さないよ。俺がお前を守る。俺を信じてついてこい。ずっと俺を見ていて、ずっと一緒にいような。君のそういうところが好き。ずっとそばにいろよ。離れんなよ。信じてついてきてほしい。絶対大きくなる姿見せるから。頑張ってるのは分かってるから。無理しないでね。行ってくるね。どんなことがあっても、俺は君の味方だから。大好きだよ。一緒に家に帰ろう。おやすみ。また夢の中でね。なかなか会えない時もあるかもしれないけど、離れていても心は一つだよ。いつもお疲れ様。辛い時は話聞くよ。君のために歌うよ。一緒に頑張ろう。応援してるから。無理はしないで。心配です。いつもありがとう。大丈夫？疲れてない？たまには俺を頼ってね。君がいないと寂しい。僕は君の味方だから。君の笑顔には癒されるよ。相談に乗るよ。元気出して。もう離さないよ。俺がお前を守る。俺を信じてついてこい。ずっと俺を見ていて、ずっと一緒にいような。君のそういうところが好き。ずっと俺のそばにいろよ。離れんなよ。信じてついてきてほしい。絶対大きくなる姿見せるから。頑張ってるの分かってるから、無理しないように。行ってくるね。どんなことがあっても君の味方だから。大好きだよ。一緒に家に帰ろう。おやすみ。また夢の中でね。なかなか会えない時もあるかもしれないけれど、心はいつも一つだよ。いつもお疲れ様。辛い時は話聞くよ。君のために歌うよ。一緒に頑張ろう。応援してるから。無理はしないでね。心配です。いつもありがとう。大丈夫？疲れてない？たまには俺を頼ってね。君がいないと寂しい。俺はお前の味方だから。君の笑顔にいつも癒されてるよ。いつでも相談に乗るよ。元気出して。愛してる。たくやです。庄司です。風鈴です。はい、ということでですね、はい、本日は、うん、YouTube の企画でですね、はい、2人に囁いてほしいセリフを、はいはい、リスナーのチャンネル登録の視聴者さんチャンネル登録以外の人もいるから、ね、そうですよ、うん、以外の方もいますけども、はい、たくさんのね、コメントをいただきまして、はい、皆さんにこんなセリフを囁いてほしいという言葉を集めました。もう囁いてるどうしたんですか？体調が、いやもう体調悪いんですか？今すぐ海に行きたい海に行って大声で叫びたい今ね、今こう動画回してますけども、皆さんのいただいたセリフをまとめまして、はい、ささやきボイスが終わったとこなんですけども、ね、どうでした？いやもうだから海に行きたい僕なんて2回撮りましたからね確かに1回目撮れてなくて、はいはいはい、勘弁してくださいよ本当に。もう庄司がね、こうささやきボイス始まったじゃないですか、はい、俺どんな感じでやるのかなと思ってちょっと近くにいたんですけど、はい、
無理だなと思って。いや無理ですよ。これ耐えらんないなと思って。そうですよ。多分お互いが多分これは集中できないと思って。こんな僕全部言ったことないですよ。確かに今言ったやつ。少女言わないような言葉だね。だってあの大好きだよとかも言わないじゃないですか。言わないです。みんな大好きとか俺結構言うじゃないですか。大嫌いですもん。いやいやいや大嫌いですか。そういうわけじゃないですか。いや少女は、ね、言わないですよなかなか。言わないっすよ。そう俺と二人きりの時だけ俺に大好きだよとは言うんですけど、それ以外は今が一緒に帰ろう。ささやいてますね。入ってますね世界観に。俺だってもうね最近こうライブ続きじゃないですか。ずっとそうですね歌ってますね。で一言目ねこう言おうかなと思ったらガラゴラ声で、ね、ささやきボイスってこうガラガラ声になっちゃってもう話さないよ。いや一言目にねもう話さないよって言うんですけど、はい、こうもう話さないよちょっと待ってくださいみたいなちょっと喉かみたいな。いやでもなかなかねこう僕たちもこう普段言わないようなセリフもあったじゃないですか。いや全部言わないですよ。いやなんか言うような言葉も多分庄司がねあの応援的なものも庄司結構応援するじゃないですか。元気出してね。そうそうそうみんな頑張ろうみたいな。でもさ、うん、あの元気出してねみたいなこういうの言わないじゃないですか。確かに頑張ろうえなんてみたいな感じになっちゃうから今日は何声張れ声張れ。いやーもうねすごいいい経験をさせていただきましたけども、うん、ちょっと痩せてないですか俺ちょっと。いや確かに確かにね、うん、ちょっとストレスでねこの後がちょっと大変ですけど、いやいやこれをカメラがこれありがとうございましたって切れた時に、はい、わーって言いそうで怖いですね。いやでもなんかこうちょっと楽しかったんですけど、うん、完成が気になる。完成この後のどういう動画になってるか、ね、どういう動画になってるのか、あとどんな声なのか、確かに庄司のも聞いてみたい。そうだね。でもこれ自分で一番自分で見たくない動画かもしれない。でも何よりも、うん、あの見てる人が楽しんでもらえたらいいじゃん。そう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 、それが一番ですからね、うん、であこれを聞いてあちょっと違ったなと、あ、うん、もうちょっともっとささやいていいんだなと、うんうん、もっとこう第二弾って言いますから、いかないですよ、あもう話さないよこれじゃないかな、もう話さないよこっちの方がいいのか。もうちょっとこうニュアンスを入れた方がいいのかなみたいな。すごいなんかあれじゃないですか、やる気じゃないですか。いやもうめちゃくちゃやる気ですよ。本当ですね。なのでこの後ですね、はい、皆さん動画が見れると思いますので、どんな感じに。じゃあ見てるんですか。あ、もう見てるんですか。これ終わった後の動画なんで。あ、そうなんですか。全然把握してないじゃないですか。いやもう楽しみですね。頼むよ。わかったよ。では、皆さん、これはイヤホンで。あー、いいね。イヤホンでじっくり。もし、ヘッドホンとかね。ヘッドホン。もし、もう僕たちのささやきボイスを一番いい声で聞きたいという方は、高いヘッドホン買ってですね。じっくり寝る前に。ああベッドの中でヘッドホンで、うん、ね、もう話さないよ寝られないなっつってね。ドキドキしちゃうなっつってね、思い切り、いつもと僕たちと違うあの風鈴を楽しんでいただきたいなと思っております。ではこのささやきボイスを聞いてゆっくり寝てください。はい、2人組介護グループ風鈴でした。